く育ちがいいやつってのはこれだから、教授で腹が膨れるかよ。マレノア様にも食事に関していろいろ言われるんだよな。あの時もせっかく俺が用意した飯にケチつけてきて。それはもしやヴァン・ルージ殿が料理を振る舞われたのですか。はあ、俺が料理なんかするわけねえだろ。え、なんだその驚きようは。そのままでも食えるもんに手間暇かけても意味ねえだろうが。だがマレノア様と来たら、干した肉は硬いだのしょっぱいだの文句ばかり言いやがる。結局あの時はレバーンのやつが鍋やらなんやらを召喚してスープを仕上げてくれたんだっけな。やっぱりお前だけが頼りだよなんて当てつけみたいにレバーンを褒めちぎって、ああいうとこで差をつけられたのかもな。食料を持参してたのは俺だったのに。マレノア様が干し肉を口にされた？それは一体どういう状況で。おてんば姫の気まぐれに巻き込まれて森で迷子になった挙句に野宿する羽目になったことがある。マレノア様とレバーンと俺がまだ飛行術もおぼつかなかったガキの頃だ。霧が立ち込めた暗夜の森は辺り一面真っ白で、回廊にもどっちが白かもわからなかった。あの時のレバーンの情けない面と来たら忘れたくても忘れられねえ。マレノア様はピンピンしてた。物珍しさもあってかむしろ楽しんでる様子でな。こっちは歩き回ってクタクタなのに、眠れない頃って明け方までおしゃべりに付き合わされて、これからもずっと俺はあのお姫様に振り回されて生きていくしかねえんだろうな。その後はどうやって城に戻られたのですか。日が昇ってすぐに当時の近衛兵長が迎えに来た。言い出しっぺはマレノア様だったのに、なぜか俺が大目玉を食らってあの方に付き合ってるとろくなことがね。やれやれだ、騒ぐなガキども。学校で魔法を習ってるってのにその程度のコントロールもできねえとはな。情けない話だ。そうはおっしゃいますが、周辺には枝葉も多く物音を立てずに持ってくるなんてとても。しょうがねえ、俺が手本を見せてやる。危険です。ここは連中の拠点のすぐ近く、いくらリリア様でも。心配するな、俺が狙いを外したのはたったの一度きりだけだからな。果物が俺様のところまで運ばれてきたんだぞ。ノートを立てることなく一瞬で。お見事です、リリア様。これほどの実力をお持ちでも狙いを外すことがあるとは。一体何がお目当てだったのですか。さて何だったかな。何かしらのきっかけがあればお考えが変わるかもしれません。その例えば家族が増えるとか。家族だ。この先も所帯を持つつもりはねえよ。これまでもこれからも俺は。なんだかどっと疲れたな。俺はもう寝る。では私が見張りに立ちましょう。お前たちも無駄話はそこそこで切り上げるように。